はい、小顔シーンヒロです。今回の動画はですね、小顔シーンダイエット月間始めます。40歳からのダイエットの仕方についてあなたにお伝えしていきます。はい、今回ですね、ちょっと見ての通りちょっと、ね、いつもと格好違うんですけども、正月太りでもうプク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 太りまして、本気でダイエットを始めようと思いまして、これね、毎年ね思ってるんですよね。もうどちらかというと無限実行、自分の中でよしダイエットしようと思ってやり始めるけども、自分でねもう諦めたりとかやめるきっかけを作れちゃうんですね。ですけど今回はもう有限実行で、見てくれたあなたにもですね、今のだらしない体をねちょっと公開して、3ヶ月かけて体をね絞っていきたいと思います。言ったからにはもうやり遂げなきゃいけないので、ぜひねその挑戦を見といてほしいですし、一緒にやりたいっていう方は周りの方に有限実行して一緒に頑張りましょう。そしてね、今回の動画最後にですねプレゼント企画を用意してますので、ぜひ見てください。はい、では今回ねミッションね4つあるんですけども、今どんな状態なのかちょっと見せちゃいます。本邦初公開なんですけども、ちょっといきますね。40歳の体こんなんです。でちなみに今これあのお腹疲れてます。こんな感じですね。でこんな感じです。だらしないです、これ本当に。今日ですね、2月かこの動画を撮ってからもうスタートして、5月頭までに落とそうと思うんですね。普段ね体重計乗らないので、何キロ痩せるとかじゃなくて、もうこのだらしない体がウエストしまってお腹パキッて割れる状態をぜひ作れたらなと思ってます。で僕のまあベスト体重なんですけど、身長173センチで、体重がですね、まあ、73とか74くらいがまあちょうどいいのかなと思ったんで、それまでは体重計乗らないんですけども、今から挑戦して3ヶ月後にどんだけ変わるか、ぜひ皆さんも一緒にやってみましょう。ちょっと一旦来ますね。では早速やっていきます。今回ね、すべてお腹周りに特化したダイエットとなってます。じゃあまず1つ目、これはね寝てやるんですけども、こういったねちょっと大きめのバスタオルを用意していただいて、ロール状に丸めます。でこれを横に置いて、ちょうど肩甲骨の下に来るように寝ます。はい、これ片側ずつやっていくんですけども、まず両手バンザイします。右手で左手首を持ちます。そして両膝立てて、右足を左膝にかけます。でここからですね、深呼吸しながら吸って、吐いたタイミングで右手で左手をグッと上に伸ばします。同時に右足を右側に倒します。そうすると体がねじれて、左側の、ね、脇腹が伸びるんですけども、これを深呼吸しながら肩が5回ずつやっていきます。で、いきますね。で、よーし、スタート。深呼吸吸って、吐いて。で、吐き切ったら戻ります。で、また吸って、倒します。これをするとですね、腹筋って3層構造になってるんですけども、1枚目の腹直筋、シックスパックって言われる筋肉と、2層目の筋肉、外腹斜筋、腹斜筋との間がね伸びて、お腹のね筋肉の、癒着が取れて痩せやすくなるんですね。で最初はこう硬くて突っ張ってても、だん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 伸びてくるとですね、倒しやすくなってきますし、終わった後にこの下腹部、脇腹のあたりがね結構へこんでスッキリしますので、それをねぜひ見てください。単純に気持ちいいですよね。 OK、 じゃあ今度反対側ですね。今度は左手で右手首を持ちます。そして左足を右にかけます。で同じく深呼吸をしながら左側に倒していきます。1回目、で2回目、でこれもですね、普通に倒すだけでも気持ちいいんですけども、背中にタオルを入れてますよね。これが結構ポイントです。普段猫背で背中が悪くなってますから、背中丸くなると猫背でお腹、下腹部、ポッコリお腹なりやすいですね。ですので逆に丸くなっているところを反らしながら、伸ばしながらやるっていうところがポイントです。でタオルの大きさはもう自分で気持ちいいぐらい、まあ、痛気持ちいいぐらいでも全然大丈夫です。はい、ラストですね。はい、OK ですね。これでミッション1終了です。でお腹触ってもらうとですね、真ん中よりも脇腹の方、この辺がねちょっとスッキリします。
はい、ではここからこのままミッション2、背中のタオルは入れっぱなしにしておいてください。で次またこの膝立てて、先ほど真ん中の腹直筋ですね、シックスパックという筋肉と脇腹の腹斜筋という筋肉のこの境目を伸ばしたんですが、もう今度は直接そこに指をかけてもう1枚分の腹筋を剥がすってことをします。あくまでイメージなんで本当に剥がれるわけじゃなくて、1層目と2層目の間を、隙間を作っていきます。でまず右側からいきますね。両手をですね、この腹直筋、もし分かんなかったら足をちょっと浮かすとここ腹筋力入りますから、その腹筋の横につなぎ目みたいなところありますから、そこに手をねこう鍵フック状にしてグッとかけます。でかけた状態でこれまた深呼吸しながら吸って吐いて、右をやるときは足を右側に倒します。これを上真ん中下と、まあ、大体4箇所5箇所ぐらいやっていきます。一応5箇所やっていきましょう。これね、肋骨のあばらのキワキワからいきますね。で、まず1回目吸って、で、吐きます。ぐーっとね、指が中に食い込んでいきますね。で、ちょっと場所ずらして、で、また吸って、吐いて。結構、ここに固まってるとね、痛がる方もいますけども、こう慣れてくると、ね、結構気持ちよくなるので、で、もし痛すぎたら、力弱めてもらったりので、痛くない程度でやってください。で4箇所目で、もしまあお腹のお肉つきすぎて僕よりつきすぎてるとちょっと分かりづらいかもなんで、そういう場合はもう大体の場所で全然構わないです。これが痩せてくるとちゃんとねこう筋肉の境目っていうのが出てきますから、まあ、そうなれるようにねちょっと頑張っていきましょう。はい、じゃあ今度反対側ですね。今度また左側の方に手を当てて、今度は左側に足を倒します。で、深呼吸1回目吸って、で、吐きます。で、2回目。で、もしね、倒したとき腰痛かったら、無理せずに倒れるところまででいいので、できる範囲で行ってください。で、4回目。はい、ラスト5回目。はい、終了です。で、楽にね、脱力しましょう。そしたら次、ミッション3つ目ですね。今度は、恥骨っていうこの一番下の骨盤の骨と、おへそとの間のこの下腹部を締めていきます。で、まずこれ、ね、両手、指先を恥骨のところにグッとね、当てます。はい。そして、膝を曲げて、伸ばして、下ろします。足上げ腹筋ですね。当ててるところにグッと食い込みます。筋肉のトレーニングをしながら、指で押さえる圧で同時に刺激して筋肉を引き締めていきます。恥骨のあたりからウエストのところまで、これは3箇所を2往復しましょう。はい。でまず膝立てて恥骨のところに手を当てます。はい。で押さえたらそのまま膝曲げて足伸ばして倒します。ぐーっと食い込みますね。で戻す。で指の位置変えます。ちょっと上ですね。はい、また膝曲げて伸ばして、はい、足を下ろします。結構きついですけど、これが効くんで頑張りましょう。で、次、おへそラインですね。おへそぐらい。で、もう一回当てて、膝曲げて、足伸ばして、下ろします。これね、最後着地せずに止めるのが結構ポイントですね。しんどい方はもう、ノーっていっちゃってください。いける方はもう、寸止めしましょう。はい、じゃあまた戻って、恥骨のところに戻って当てます。はい、膝曲げて伸ばして、はい、下ろします。止める。よいしょ。で移動させて、でもう一度膝曲げて伸ばして、はい、下ろします。止める。よいしょ。はい、ラストですね。おへそのところに持ってきて、はい、曲げて上げて下ろします。頑張りましょう。止める。よいしょ。はい、これで終了です。もっと負荷をかけたければですね、例えば足のところにバスタオルちょっと重ねておいておくだけでもすごい重りになりますし、でもっと負荷欲しい方は最後寸止めで5秒とか10秒耐えるだけでもねすごい効きますので、慣れてきたらそういう風に負荷かけていってください。ではですね、最後ミッション4つ目行く前にちょっとまあ休憩ですね。実は僕特技があって、あんまり見せたことないんですけども、先ほどまあお腹出しましたけど、内臓をですね、僕実は
ガンと下げることができまして、普段絶対それはやらないですから、ズボン履けなくなっちゃうんで、しかもお腹出ると腰痛めちゃうんであんましないんですけど、猫背になるとここ肋骨が潰れちゃうんですね。そうすると中の肺が圧迫されて下がってきます。これ今力入れてますけど、力抜くとだんだん下がってきますよ。こんな感じ、すごいでしょう。これが本来の状態です。ですので、姿勢が悪くなると今みたいにですね、お腹が下がってくるんで、ぜひ姿勢もね、一緒に直せるようにもしていきましょう。さあ、じゃあ最後の4つ目いきますね。今度は寝た状態、今度横向きですね。腰上のお肉ですね、ここも一旦ついたら取れにくいので、ここを締める動きをしていきます。上の手は手のひらを返します。はい、そして肩幅ぐらいに開いて後ろに持っていきます。そこからですね、つま先を内側にねじります。これね、もしバランス取れないんだったら、もう上の手でね、こう手を押さえちゃってください。そのままこの腰骨、骨盤をですね、肋骨の方にこうグッと引き上げます。引き上げた状態で5秒キープします。その時にちょっと腰上の筋肉触ってもらうと、キュッとね、固まってる感じ分かりますかね。これが普段使えてない筋肉を緊張させてる状態です。これをじゃあ5秒間3セットいきますね。はい、ではいきますね。じゃあまず足開いて後ろに持っていって、で内側ねじって、で手のひらもいける方は、ね、上向けといて、はい、骨盤上げます。ぐーっと、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力します。で2回目、手のひら外向けて、足開いて足後ろ持っていって、でつま先内側で、このまま骨盤を上げます。ぐーっと、はい、1、2、3、4、5、ここに効いてますね。はい、ラスト、手のひら外向けて、足開いて後ろに下げて内側に向けます。はい、このままグーッと上げます。はい、1、2、3、4、5、はい、 OK ですね。じゃあ今度は反対側こっち向きます。またしっかり横向いて、手のひら上向けて、はい、足開いて後ろに持っていって内側に、でこのまま骨盤を肋骨の方にグッと引き上げます。はい、せーの、はい、1、2、3、4、5、はい、戻します。で2回目、開いて足開いて後ろに持っていってねじります。はい、せーの、はい、1、2、3、4、5、はい、戻します。はい、ラストですね。はい、しっかり手を外開いて、足開いて後ろに持っていってねじります。で引き上げる。はい、1、2、3、4、5、はい、お疲れ様でした。さあ、これで腰上触ってもらうとね、結構これ引き締まるんで、今回の方法はですね、お腹周りに特化したトレーニングですので、これをもうね、ぜひ毎日やっていきましょう。で、僕も今回有言しましたから、私も有言実行するよって方はぜひコメント欄にですね、僕に向けて宣言してください。コメントの方お待ちしております。そしてですね、最後にプレゼント企画お伝えしましたよね。2月の公式 LINE では動画を見たよっていうね、スタンプラリーを実施してます。2月に公開された動画を全て見ると、抽選で1名様に豪華プレゼントが当たります。概要欄からですね、公式 LINE に登録してぜひゲットしてください。また動画の方もね、ぜひ最後まで全部見て、体の方を締めていって、ナイスなバディを作っていきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。